皆さん、こんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ。公認心理師のみーぶーです。皆さん、今日はいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと自分のことをちょっと話してみたいと思うんですけど、ADHD ですね。私、ちょうど1年ぐらい前に、ADHD の受診をして、お薬を飲み始めたんですけど、1年経って、でどうなのかなということをちょっと評価したいなと思っているんですね。そのきっかけはね、そうですね、能登の震災があった頃にお正月ぐらいにやっぱり心が揺れて脳のざわつきっていうのはすごく増えたんですよね。それは多分 ADHD じゃない人もきっと同じように大きく揺らいだと思うんだけど、この揺らぎがね、なんかその他の人とどれぐらい違うのかわからないなと思ってたんだけど、やっぱりちょっと他のことが手につかないような感じっていうのがあったので、ちょっとお薬増やしてもらったんですね。で、いつもインチュニブの1ミリグラムを飲んでいたんだけど、1日だけ 1.5 ミリグラムにしてみたんです。そしたらね、1.5 錠だけど、なんていうか落ち着きはしたんだけど、やっぱりなフラフラする感じっていうのかな、ぼーっとしちゃう感じ、なんか目が開かない感じっていうのかな、イメージとしてはそんな感じで、だからやっぱりお薬の量ってかなり影響するなっていうのをその時感じたんですね。それで一応安定剤みたいのもくれたから、インチュニブは結局1ミリに戻して、自分としては眠れないとかざわざわするときにそのいただいているお薬を頓服で飲むみたいな感じでね、使ってきたんですね。で、この1年間を考えてみると、そうですね、本当にネガティブなざわつきとか、そうですね、今考えなくてもいいことがぐるぐる回ってしまう頻度っていうのは大きく軽減されたかなと思います。でその代わり、やっぱりやりたい衝動性っていうところ、あれもこれもって思いついちゃうんですよね。で、あれいいんじゃないと思ったらもうすぐ取り掛かりたくなっちゃうっていうところの集中力のなさと衝動性の強さ、それを、発想力といえば気持ちいいんだけどそれはね、消えなかったですね。なので今年1年で結構始めたことも多くて、ミート豆腐のイラストもね結構頻度高く、やったり、6月に本を出版してみたり、そうですね、その後もスリーグッドシングスの本を出したり、あとミーラジスタンド FM を始めたり本当にね、細かいことを言い出したらあちこち新しいことをいろいろ始めていて、でこれがねやっぱり、一回始めるとやめられないっていうことになってくるから、このスケジュールをぎゅーっとどん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 隙間に埋めてっちゃうっていうのがこの、私の脳の癖で、これまではその隙間をね仕事でものすごく埋めてたんですね。もう全部仕事で埋めてて、仕事か勉強かみたいな感じで埋めてて、それで結局脳疲労を起こしたから、この受診に至ったわけなんだけど、そういう意味で仕事はものすごく減らしたんですよ。おそらくね、今までの、今度の4月になれば、そうですね、担当しているエリア内容は半分ぐらいになると思います。で今度はその仕事を減らした焦りっていうものを何かで埋めようっていうふうに脳がもうずっと考え続けているっていうのはあって、でその不安が多分知らないうちにこうぼーっとしてるとやってくるんですよ。自分じゃ言葉にならない何かざわつきみたいな。そうするとすぐスマホを手に取って見もしないのに SNS をチェックしてみたりとか、やたらニュース見てみたりとか、そういった感じでね、デジタルの刺激をすごく欲しがっちゃう、そんな感じがするんですよね。なんか ADHD の人にとってこのデジタルっていうのはレスポンスの速さからすごくね、いい刺激になっちゃうんですね。自分の脳のざわつきを止めるのに本当にふさわしい、だから、依存しやすくなるなっていうのをすごく
感じています。そう、たまたま私が昔ですね、ウェブ関係の仕事をしてたこともあって、こうパソコンで何かをするっていうことがお仕事だったから、なんとなく自分はパソコンに向かってると生産的なことをやっているような気になっているんだけど、じっくり後で考えて中身を考えてみると、そんなに脳疲労を起こしてまでやるようなことなのかなっていうのをね、時々感じています。で、昨日、今週ぐらいかな、すごくいろいろ体調がおかしくて、ちょっと歯医者さんに行って銀歯を入れたんですけど、これスタンド FM で話したんですけど、銀歯を入れた後にね、ちょっとこう痒みとか出ちゃって、手に発疹とか出ちゃって、で私金属アレルギーだったこと忘れてたと思ってそれもどうかしてるでしょ。それでね、問診の紙があるじゃないですか、歯医者さんで、ね、その問診お医者さん確認してないんじゃないのって、ね、思っちゃうでしょ。私ね、そのね、一番最初の初診の日の問診を書くときに保険証を忘れてすごく慌てていたんですよね。で、病院も混んでて、で、どうやって自分は受付をしたらいいんだろうみたいな感じでわたわたしてたときに、やっと受付できて問診票を渡されて、これ書いてねって言われて、ああもう早く書かなきゃみたいなところでパッパッパッとやって、多分ノーって書いたんですよ金属アレルギーありません、だからこの前お医者さん行った時も、これさ金属アレルギーないに丸ついてたんだよねって言われて、でそうだと思いますって自分で思ったこれはもう完全に私のミスなんですって感じで、結果何だったかっていうと、金属アレルギーではないだろうということになったんです。一つはすごくいいお医者さんで、すごく丁寧に説明してくれたし、すごく心配してくれたんですけど、私の歯の前歯に、見えないところにね、金属が使われている治療に、だけどずっと使われているし、それと同じ素材を使ったからアレルギーを起こす可能性は低いんじゃないかなっていうのと、口の中を見るとそんなに全然腫れてない、ただ皮膚とかに発疹が出ているとすると、それは何なんだろうってとても心配なんだけどって言われたんですよね。でね、私いろいろ思い当たる節があるんですよ。その前の1週間にエビアレルギーなのにエビ食べてるんですよね。でね、すごく仕事が、来年度終わる仕事がいくつもあって、あちこちで引き継ぎとか終わらせるための手続きとかでストレスフルな日々を過ごしてたということがあって、そのストレス反応が歯医者の痛いっていう治療のものと相まって、銀歯を入れたその日にほっとして、体も心も症状を出したんじゃないかっていう、ちょっと、お医者さんの説明と自分の心理的解説を加えて自分では、あ、そうだったのかなと思っています。でね、今はちょっととりあえずそれで続けてってみようよねってことで銀歯入れたままになっていますお騒がせして心配かけた皆さん申し訳ございませんでした。それね、昨日一昨日かな、夜、それがあった日なんですけど、夜全然眠れなくなっちゃって、ではこれはまずいと思って、あ、そうだ、インチュニブこういう日にお薬飲めばいいのかなと思って2錠飲んだんです。だから次の日ですね、もう低体温になっちゃって、それがインチュニブのせいなのかストレスのせいなのかわからないんですけど、もうね、胃が全然働かないんです。血流がもう本当に、内臓がガスが溜まっちゃって、体中パンパンで圧迫されるんで、もう本当にとにかく具合が悪くて、で横になってると体温どんどん下がっちゃうんで具合悪いし、動けないから具合悪いし、動くと具合悪いしという感じで、それで昨日の晩2錠飲んだから、もしかしたらこれかもしれないと思って、昨日か一昨日の晩2錠飲んだので、で昨日の晩ですね、インチュニブ飲まずに、でも寝れないともう体回復しないと思って眠剤だけ飲んで寝たんですね。そしたらぐっすりと寝れて、朝になったら血圧も上がって体温も上がって普通にね動ける体になりました。
ということでですね、お薬の作用っていうのは本当に気をつけながらモニタリングしていかないと全身に影響があるなということをね感じています。よくインチョニブ飲んだけど具合悪くて合わなくてっていう方ねいらっしゃいますよね。なので人によって、薬の効き方とかあと薬の種類とかで全身にね影響がいくことがあるので、本当に自分の体をよく観察しながらしっかり記録しながらあとドクターにもね相談しながらやっていく必要があるのかなと思っています。それで、インチュニブをね欠かしたことがなかったんです。1年間1錠は必ず飲んできて、で昨日の夜だけですね飲んでいない状態、今が飲んでいない状態なんですけど、果たしてざわつきはどうなのかっていうと今んとこあんまりないんですね。それは一つにはね来年度から仕事が減るんだけど、そういったことがこの3月にいろいろ収まってきてほっとしてネガティブなものがね回らないでいられるのかなっていうそんな印象を持っています。はい、こんな感じで1年間飲んでみた感じではそうだな、想像力とか活発なところとか行動力とかっていうのはあまり変化しなかったけど、ネガティブなものが減ったからすごくやりたいことを目いっぱいやれたなっていうね、印象です。あとそうですね、大きなストレスがあった時に何で心を調整するかっていうのが難しいなと思って、インチュニブではないのかなって今回私は思ったんですね。むしろ安定剤とか眠れるためのお薬とかそっちの方が、数日間であればね、心も体もあんまり大きく揺さぶられなくてやれるのかなと思いました。昨日はねもう本当にねまるでせっかく のお休みの一日でしたけど何にもできなかった。吐き気がすごくて、で立つと頭痛だしまるで動けなかったので、皆さんちょっと、そうですね、お薬とかお飲みの方、またこれからお薬を検討されている方、よくドクターに相談しながらやっていってみてくださいね。あと自分の調子をモニタリングできるのは自分だけなんですよね。ドクターはそれを聞いて、ああじゃあこうしてみようかっていう提案をしてくれるけど、やっぱり日々この日自分はどうだったのかな、どんなストレスがあってどうだったのかなっていうのを細かく検証していかないと、薬のせいばかりとは言えないこともたくさんありますのでね。はい、そんなわけで今日はミブの ADHD のお話でした。いつもありがとうございます。またお会いしましょう。どうもありがとう。ミの心がポジティブになる3グッドシングスのワークブック出ました。今ここでは2種類のデザインがあるけど、今ね4種類のデザインがあるよ。毎日つける3グッドシングスと、あと塗り絵とジャーナリングとかね、いろんなものが入っているんだ。それで、1冊で3ヶ月使えるワークブックとなっています。よかったらチェックしてみてね。